これは県とガスの運搬や製造に関わる事業所の団体がガスの輸送中の事故に迅速かつ的確に対応することを目的に毎年行われているものです今日は関係者と消防や警察およそ90人が参加し3種類の訓練が行われました このうち、有毒ガスを運搬するタンクローリーが事故に巻き込まれ、ガスが漏れ出したとの想定で行われた訓練では、タンクローリーの乗務員がガスマスクをつけてガス漏れの箇所を確認しました。そして、駆けつけた消防隊員が有毒ガスの濃度を薄めるために水を噴射しました。 保安に携わる方々に保安教育の一環という形で勉強をしていっていただきたいというふうに思うものでございましてその結果、保安が高度化して消費者の安全が保たれるとなお今年は新型コロナウイルスの影響で見学者が例年の半分以下に減らされました。 そのため見学できなかった人にも訓練の様子を見てもらおうと記録動画が県 LP ガス協会のホームページで公開される予定です。